ですね、今からダンスをしていただきますが、ダンスはカリニョーサというダンスです。カリニョーサ、こちらはスペイン時代の統治時代の親しまれていたフォークダンスということで、曲を聴くとね、フィリピンという感じはね、あまりしないんですけども、今日はじっくり楽しませてください。それではお願いします。
歌のレッスンで歌う腕を磨いてるということで、じゃあ歌のレッスンも受けるんですか。家でやってるの、どんなレッスンだ。何で英語とか、英語とか日本語とかの声を出す練習をしたいの。そうですか。それでは今からの歌、歌の曲はイエン・コスタンティーノのイカルという曲。これどういう曲か知ってます。どんな曲、お願いします。はいはいはい、フィリップ語で歌う。これは愛の歌なのか分かんない。それではお願いします。どうぞ。Oh
ですか、歌った感想は。気持ちよく歌いました。でも堂々と前の正面見て歌ってるってかっこいいですね。恥ずかしいビートがこんなにならないですね。すごいことですよ、それは。はい、そうなんです。堂々と前向きに歌えるってかっこいいんですよ。とても良かったです。頑張ってね。ありがとうございました。松田優奈さんでした。